はい、コア君、ジジですよ。もうジジですよ動画になっちゃいますね。はい。ということで、これね、編集できるね。だからいいですよね。そういえば、コア君って言ってなかったなと思って、また撮り直しましたね。それでは皆さん。はい、どうもあれ、メガネどこ行った、メガネどこ行ったここでしたこうやってね、やるとね、これね、動画入ってないんですよね。前も言いましたけど、伊達メガネですから伊達、こうやったらビヨーンってちっちゃくなって、もう面白いんですよね。まあ、それはいいとして、はい、もぐもぐタイムですね。今日も事業所からですから、ちょっとテンション低めですよ。お弁当です。お弁当、お弁当、お弁当、お弁当が板についてきましたね。もうね、今日のお弁当、このね、ご飯ね、僕あの 100g って決まってまして、 100g をどうやってこうなんていうんですかね、こうなんていうんですか、多く見せるか、まあ、そんな見せ方はどうでもいいですけど、これね、ご飯ですね。で、果物入ってます。お、今日は、あ、メンチカツ。大好物なメンチカツ。これ手作りのね、奥様が作っていただきました。メンチカツ。あ、今日、ゆで卵。なるほど。ゆで卵ね。これと、おかずの兼食ですね。おかずね。美味しそうですよ。ちょっといただきます。では、いただきまんじゅう。まずこれだ。やわ。おいしい。あ、こんにちは。お茶忘れちゃって、あー、おいしいね。やっぱりね、水分も一緒にね、あった方がいいです、年取ってくるとね。うまっ。はい、ということでね、あ、郵便屋さん来た、よかったね。ちょっと心配してたんですよ、なかなか遅かったからね。美味しゅうございます。はい、ということで、今日はお弁当編でね。あ、うまい。はい、こんにちは。こんにちは、桜田純子ですって前もやりましたけどね。大体ね、そうやってやるとね、はい、こんにちは。ゆっくりね。はい。はい。ね。皆さんね、一生懸命頑張って生活してます。はい、ということで、この辺でバイなら、ならバイ。